すごいなこれ。なんだこの、この矢印は。全然わかんねえよ。えぇー、やっと戦闘が始まった。ピクチャー、絶対違うわ。クエストか、多分名前クエスト。うわー、ちょっと音ちっちゃいな、音ちっちゃいな。よし、やっていくぜー。イニシエの昔、いや、イニシエ、昔と昔が被ってるぞ。大丈夫か、大丈夫か。よっしゃー、ゲームやっていくぜー。どうも、ライスゲームズのライスでーす。力こそが全てであり、銅の教えと闇の忍る魔を叱るゼロヤーズと呼ばれた時代があった。ということで、今回伝説の大河バトル、こちらのゲームをね、やっていきたいと思いまーす。おい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 、ファイアーエンブレム、コーマの功績どうした。続きやれよ、ハードモードと思ってる人いるでしょ。ちょっとね、休憩します。まあ、ずっとね、ファイアーエンブレムやるとね、疲れるからね。伝説の大河バトル初めてやるんですけど、何も調べずにね、やっていこうかなと思ってまーす。完全初見プレイ。ちょっとウィキペアでね、チラッとね、見ただけなんだよね。全然わかんないんですけど、どんどんやっていこうかなと思ってまーす。これも多分シミュレーションって書いてたような気がする。私の名前は、ウォーレン。天空に浮かぶ、あまたの星々より人の運命を垣間見る、占い術師。これよりあなたが我らのリーダーにふさわしいかどうかをこのタロットで占ってみましょう。まずその前にあなたの名前を教えてください。はいと。すごいなこれ。なんだこの、この矢印は。天使じゃないか、天使じゃないか。まあ名前は決まってるよ。はい、ライスでいきたいと思いまーす。エンドライス。オッケー。あなたの生物を教えてください。男でーす。無駄にリアルだな。人として人はならないことの中で一番大切なのはどんな、人としてしてはならないことの中で一番大切なの、ん、してはならないことの一番大切なこと。人として他人を犠牲にする、欺く、他人のものを盗む。盗むことかな。うん。欺くこと、欺く、うん、欺く、うん、いや、盗むことだろ。犠牲、いや、犠牲はつきものだから。他人はね、犠牲はつきものだし、まあね、人をね、欺いて YouTuber やってるやつもいるけど、人のものをね、盗んで YouTuber やってる人はいないからな。誰かを犠牲にしないと有名になれないんだよ。多分な、知らんけど。その犠牲にしたこと一回もないけど分からんけど。自分の理想通りの恋人を見つけることはなかなかできません。恋人に一番望むことはどれですか？そうだなぁ。優しさだな。優しさだよ。清らかさとか外見とかいらねえ。とりあえず優しさがなければね、すごいね、もう本当やね、優しさがあれば十分なんだよ。理想のいくつか、思想の異なるいくつかの民族を束ねるために、なんで支配するのが一番良いと思われるか。金？あー、そういうことね。カリスマだな。人望カリスマ。宗教みたいなもんになるけどな、正直。激しい戦いの末、残念ながらあなたが思案する軍隊は負けてしまいました。その原因はいかに？時の運と言いたいところだけど、指導力の不備だな。やっぱね、どんなね、ゲームでもね、指導力、まあ、将棋でもチェスでも、指導力あれば、勝つことができるんだよ、そう。反逆のルール主的な感じで、あなたは激しい戦いの末、ついに勝利を得ることができました。あなたは何に感謝しますか？みんなに感謝するね。自分の幸福に。うわ、そう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 。これで共に戦った他の仲間にな、もちろんだよ、これは。
間違いないだろ。てかこの質問ってな、なんかハードモードとかノーマルモードとかこれで決まるんかな。勝負は時の運と言われていますが、あなたは運命はどんな風に考えていますか。運命は自分で切り開くもの、運命からは逃げられないもの、不運と幸運は表裏一体。いやね、運命はね、自分で切り開くものなんだよ。まあ、確かに俺はね、あの超絶運が悪い方だと思うよ。思うが、そこはね、関係ないんだよ。もうどんなに運が悪くてもね、運命はね、自分で切り開くんだよ。そうさ。では最後にあなた自身の手でタロットカード1枚だけ引いてください。結構いっぱいあるな。何個あるんだ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 か。あ、そっか、タロットカードいけんな。そうか、死神とか出ないんやったらいいよ別に。あ、じゃあ日本人の好きな 7番の数字にしようか。 1,2,3,4,5,6,7 右からにしよう。 1,2,3,4,5,6,7 よし、このカードや、決まったな。完璧だな。なんだこれ。聖なる神よ、我らがリーダーに、全然読めてない。全然読めてない。うわ、俺初めてやるから全然わかんない。とりあえずセーブしようか。おお、とりあえずセーブ、はい、とりあえずセーブ。あの、全然やり方わかんないからね、わかんないときはね、ちょっと説明書をね、読もうかなと思ってます。あの、Wii の、Wii U のバーチャルコンテンツでやってるんだけど、まあ、この中にも確かね、説明書があったんでね、わからんときはね、説明書を読もうかなと思ってます。全然わかんねえよ、全然わかんねえよ。なんだこれ。編集画面。編成画面か。ステータスを見る。全然わかんねえな。全然わかんねえな、これ。ロード。あ、なんかさ、ファイアーエンブレムみたいな感じなんかな。ビザード。うん。ファイター、ファイター。とりあえずやってみるか。キャラクターを外す。フォーメーション。キャラを削除。クラスチェンジ。あら、なんか、ファイアーエンブレムと似てるな。あー、クラスチェンジはまだせん方がいいな。絶対せん方がいいな。リーダーチェンジ。リーダー、あの、十字架になったことか。オピニオンリーダーを、リーダーチェンジすることはできませんと。意味がわからんな。アイテム、おっ、ってか総資産めっちゃあるやん。3万もあるやん。めっちゃいいじゃん。相当使いまくれるんじゃない。並び替え、捨てる、装備、アイテム使う、アイテムねー。じゃあとりあえず何をしたらいいんだ。とりあえずバツを押して、バツか B か、 B を押して、モニター、んセーブ。おお、全然わからんけど大丈夫。いや、俺はまず説明書を読まないぞ。説明書を読まないぞ。最初から別になってもいいぞ。ウォーレンの城。これどういうゲームなのかさっぱりわからん。第一章、旅立ち。全然わからんぞ、やり方が。バス。やべ、全然、レディー、ゴー。レディーって読めるかどうかすらわからない。うわ、これ全然わからん。操作が全然わからん。これ大丈夫。ぐだぐだになりそうだな。タロットカード。なんこれ。おやべ、全然わからんな。総決算。わからんな。とりあえず、コマを進めればいいかな。なんこれ。ファルナミア。城の名前かな。移動。移動したい地点にカーソルを合わせて A ボタンを押してください。え？あ、別にここでいいよ。ライスのユニットが移動収入します。待って。移動しよう、移動しよう。はい、移動しまーす。じゃあね。じゃあここに。あ、そこ行ったらダメなんか。多分そこ行ったらダメなんか。じゃあこの家に先行ってみよう。移動するんだろ、これ。おー。で、この間に、多分戦いが出てくるのかな。全然わからんぞ。ライツのユニットが移動終了しました。あ、全然わからんな。全然わからんな。あ、じゃあ、あ、まずここに行ってみよう。ここに行ってみよう。よし、レディーゴー。早送りだな、これは。あ、山山登ってる。大丈夫かこれ。
あの最初はね、あの分かんでもゲームオーバーになっても別に何も気にしないから、普通に最初からしていくから。貿易都市ガスタニア、なんて書いてあるか全然分からん。うおー、タロットカード引きますか。はい、ブワーズのカードを引きました。カオスフレームが2ポイントアップ、ストックしますか。はい、都市や教会を解放することでタロットカードを手に入れたり情報を開くことができます。また解放した都市から1日ごとに援助金をもらうことができますと。お金がないときは反乱軍を維持することができなくなってしまうので必ず都市を解散させましょう。もう一度説明いたしましょうか。いいえ、ではライス殿に神の子加護がありますようにと。あ、これ宝箱、これもしかして。じゃあ移動しようか。全然戦うな、全然わからんけど、まあいいや、とりあえずここに行ってみよう。説明書読まない縛りだからな、意味がわからん。あれ、バトルコマンド、ガッツを見せろ、バラバラに攻めろ、リーダーを狙い、息の根を止めろ。息の根を止めろってすごいな。あー、ちょ、わからんな、全然わからんな。とりあえずこの宝箱みたいなのは意味ないらしいな。じゃあボスにとりあえず行くか。とりあえず戦おう。レッツゴーレッツゴー。もう全然ね、最初からにするからな俺は。説明書を見らないってね、多分ね終わってるからな終わってるから。もう何もないぞこれ。どうしたんだこれ、どうしたらいいんだこれ。全然やり方わからんぞこのすごいマップが。説明がないっていうね、まあ、説明書見ろっていう話よね。最初のゲームは説明がないのはね、もう基本中の基本だから、ね、お、来た来た来た。ライス率いるユニットが帝国軍ユニットと遭遇しました。我が城へようこそ、あなたをお待ちしておりました。あなたはワルキゼテギネア帝国と戦わなければなりません。 星がそう告げています。どういうことやね。私はこの占いの結果を我らの仲間に伝えながら、残念ながら皆は信用しておりません。そこであなたが本当に我らの指導者にふさわしいかどうか試させてはくれませんか。まずはこの城の都市や教会を帝都の手から解放してください。すべてはそれからです。え？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 待てよ。待てよ。ちょ待てよ。ちょ待てよ。この光った男に行けばいいんかな。そこに行ってみよう。わーい。ロシフォル教会を解放しました。カンボレチション。うぃー。タロットカード引きますか。はい。エンプレスを引きました。 Thank you。 キャラクターの CHA が1ポイントアップ、どういうことだ。タロッカーカードをストックしますか。すべてはリアルタイムで進行しています。朝から夜まで、夜から朝へ時間がどんどん流れていきます。そのためにあなたの決断が遅いと戦いは一刻と悪化しているようになります。決断に時間を要するときはスタートボタンを押してください。ポーズをかけることができます。ポーズの中でもコマンドを使うことができ、焦らずにゆっくり指示してください。特に敵と遭遇したときはポーズをかけて敵味方ユニットと HP を確認すること良いでしょう。はーい、全然戦わんないけど。これはあーいいでしょうか。あ、待てよ。これはあー、確認ができるだけね。はいはいはい、移動と。押せんだよな、これ移動が。あ、ピュン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 っていかんのは。ふえー、いけー。よくわけわからんな。説明書読みたいな。相当説明書読みたいな。あれ意味ねえな。いや、もう右上は解放したから、もうこっち行っていいんだよね、正直。ウェザー行け、移動、行け、戦え。
X ボタンを押すとメインコマンドが表示されます。手に入れたアイテムを使ったりタロットカードを確認するときなどはメインコマンドをしちゃってやると、コマンドの意味がわからないときはセレクトボタンを押してください。コマンドの中が表示されます。タロットカードやアイテムの効果もセレクトボタンで採用を確認することができます。もう一度進めましょう。いいえ、解放した地点に戻ってみましょう。は？戦いでダメージを受けた場合は教会や都市などの拠点へ戻りましょう。拠点にとどまることで少しずつ HP が回復していきます。死亡したキャラクターがいるときは教会へどうぞ。魂を呼び戻してくれますよ。もう一度説明いたしましょうか。いいえ、は？戦いを禁止さ。なこれ、おっとクソゲーか。クソゲーか。やっと戦闘が始まった。なんこれ、なんも、なんこれ、え、おお、タロットカード、タロットカードってなんだろう。手を使ってみよう。あ、あ、あ勝手に始まるんだが、アニメーション、なんかクリアしたぞ。コントラクトレーション、 You are the thumb up bonus destroy 4100、3400、4186。というところでね、今回はね、やってきたんですが、全然意味がわからないので、ちょっと説明書を読んでくるということで、これはパート0にしよう。パート0にしよう。まあ、説明書を読まないとわからないね、全く。というところで、今回は、まあ、オーガバトルの、まあ、準備時間ということでやってきました。まあ、次回は説明書をしっかり読んで、次のゲーム最初からやって、ね、説明をしながらやっていきたいと思います。というところで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。また会おう。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。